はい、今回スバル新型インプレッサに関する最新のフルモデルチェンジの情報が入ってきたんで、長いそのデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介していきます。搭載エンジンとかスペックで、あとは一部装備類とかが判明してきて、あとグレード構成ですね。現行型も昨日でオーダーストップが変わって、今日から在庫販売の展開となり、在庫がなくなり次第販売終了、今年いっぱい、今月いっぱいですね、生産終了予定で、もう昨日で最後の受付が終了して、で、現行型の時系列を簡単に、現行型で5代目で、登場したのが6年前、2016年10月25日に登場して、で、3年後にビッグマイナーチェンジ、2019年10月10日にビッグマイナーチェンジして、まあ、デザインも一新して、フロント部分を中心ですね。で、装備編成、カラーの編成とかがあって、直近だと去年の12月16日に一部改良と特別照射を追加。だがもう1年近く一部改良とか特別照射の追加がなくて、で、去年の累計販売台数、インプレッサシリーズ全体で、ランキングは23位で、シリーズ全体の販売台数が 26,854 台、半数近くは XV で、で、その次がスポーツが人気で、一番不人気だったのが G4 ですね。月間にして2100台ぐらいですね。2200台ぐらい販売されていて、で、新型車の情報として、セダンの G4 はもう現行で生産を終了して、新型インプレッサスポーツのみの発売へ、グレード構成が一番安いのがベース、で、その次がスポーツで、最上級が RS、 3つのグレード構成比となっていて、で、新型インプレッサスポーツは新型クロストエッグのプラットフォームと共通で、新型では最新型 SGP スバルグローバルプラットフォームを採用し、フルインナーフレーム構造へ、そのフルインナーフレーム構造の採用でボディ剛性、車内の静粛性が向上し、より快適な室内空間を実現で、構造用接着剤の適用を拡大し、サスペンション取り付け部の剛性を向上することで走行性能も大幅アップして、もう内外装のデザインが先月中旬あたりですね、世界初公開してデザインを判明してますけど、インテリア質感や操作性が大幅に向上し、先進的なコックピット、数多くの新装備を追加へ、最新デザインを採用するほか、新世代の 11.6 インチ大型インフォテインメントシステムを搭載して、で、コネクティッドサービス、スバルスターリンクに対応し、 Apple CarPlay、 Android Auto に対応することでスマホとの連携を強化で、オートオクレが少ないスポーティーで上質なステアリングフィールの2ピリオン電動パワーステアリングを採用して、で、スペックの方が上が新型で下が現行型で、新型の全長 4m50cm、 車幅 1m78.5 で、全高 1m52.5 で、現行の e-boxer 全長 4m47.5、 車幅 1m77.5 で、全高 1m51.5、 全長 2.5cm プラス、車幅 1cm プラス、前高で 1cm プラスして、で、ホイールベース 2m69.5cm、 最低地上高が 14cm、 タイヤサイズ 205-55R16 インチから 225-40R18 インチまで、ダークメタリック塗装切削工期、ベースグレードが16インチで、スポーツ RS の上位グレードが18インチアルミ、最小回転半径は 5.4m からで、C セグメント8バックにしては若干大回りですね。で、パワートレイン 1.6 リッターと2リッターのガソリン車が5代目で生産終了して、6代目に関しては日本仕様が水平対向4気筒2リッタープラスモーターの e ボクサー、エンジン147馬力 20kg、 モーター 14.1 馬力 6.9kg で、北米仕様に関しては2リッターと 2.5 リッターのガソリン車がラインナップなんですけどね、日本仕様に関してはクロステックと一緒で2リッタープラスモーターの e ボクサー専用グレードになるみたいで、
燃費の方は現行の e ボクサーが 15.2 キロパーリッターだったのが新型では 16.1 キロパーリッターに低燃費になって、で変速キャリーやトーニック CVT で、で駆動方式は4駆肉の追加あるんじゃないかという情報があったんですけどね、現時点での情報としては4駆のみの設定になるみたいで、で乗車定員は2シートの5名乗車ですね。で安全装備、新世代アイサイトを設定し、広角単眼カメラが従来の約2倍に拡大した新型西洋カメラを設定して、4つのカメラ映像を合成して車両の周辺360度映し出す 3D ビュー、トップビューを採用して車両周辺の視認性を向上、探知性能とかが上がるんですけどね、アイサイト X は、まあ、クロステックと同様で、まあ、車格的にもアイサイト X は搭載しないんでしょうね。で機能類の方が全速報プリクラッシュブレーキ、緊急時プリクラッシュステアリング、後退時ブレーキアシスト、AT 誤発進抑制機能、全車速のクルーコン、車線圧抑制、車線圧警報、ふらつき警報、先行車発進お知らせ機能、青信号お知らせ機能、渋滞時発進アシスト、ドライバー乗車対応システム。で、価格の方が、現行型が200万2000円か281万6000円だったのが、新型では e ボクサー専用グレードになって、グレード間の価格差が20万ってことを考えたら、289万が329万ぐらいになるんじゃないかって予想価格ですね。で、発売時期が2022年11月17日に世界初公開して、発売は2023年の春ぐらいって言われてます。まずは北米の方から発売を開始するんで、日本仕様に関しては5月か6月ぐらいに発売になるんじゃないかって言われてますね。はい、今回6代目新型インプレッサの最新のフルモデルチェンジの情報として、長安のデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介しました。